やよい姫さん。やあやあ、どうも。やよい姫さんだ。今日は何を教えてくれるんだい？そんなに何でもかんでも教えてくれると思ったら大間違いだからね。まあでも内藤さんにだけ特別に教えてあげよっと。いや、恐れ入ります。いちごって気温が高くなる3月を過ぎると品質が落ちてくるんだ。でも弥生姫は3月を過ぎても美味しい実ができるの。3月つまり弥生を過ぎても美味しいから弥生姫なんだよ。そういうことだったのか。弥生姫は楽しめる期間が長いんだね。ってことで、はい、教えたから5,000円。情報量高っ。最後まで見てくれてありがとう。次回最終回だよ内藤さん。最後までワイワイよろしくね。最終回なの？こちらこそよろしくね。